にゃおーす。何がにゃおーすだ、バーバカシ。うん。よし、やるか。ドラゴンボール福袋、開封配信。キュース。ウルトラ Q ザムービー、星の伝説の話はいい。何がにゃおーすだ、バーバカシ。ドラゴンボール福袋。プリプラ俺ね、あ、プリパラじゃないや。プリキュアの上が行ったんだけど、夜もう9時からの回だったんで、ほぼ全員大人だったな。クライスタまだクリアしてない。ドラゴンボール福袋、だいぶ気になる感じだね、表記が。またオラか。まあ、悟空が何個入ってるかだよな。こんばんは。男女比は、ああ、でも男性の方が多かったかな。女の人も結構いたよ。ボール。プリキュア良かったわ。ミラクルライトの使い方もそうきたかって感じだよね。あれはなんか今回の映画だからこその内容だったわ。かしこま。ライさん変わっちまったな。っていうかこれわかるかな。待って、これわかっかな。何がにゃおーすだ、バーバカシ。初代プリキュア見てないわ。5から。これわかっかな。500円なんだけど、これ見えるかな。サンリオ系雑貨が10個入ってますって書いてあるんだよ。俺キュアドドリームかな。キュアドリーム。ライトはまあ振らなかったっていうか配らなかったから、印刷ミスだと思うけど。サンリオ系雑貨が10個入ってますで、ドラゴンボールだよ。サンリオとコラボないと思うけどね。なんだろうな、ケロケロケロッピのことかーみたいな、そういう感じかな。じゃあ開けていくか。なんかね、大きいのが入ってるんだ。なんか一個、なんかこの、これわかるかな。金属音がするんだよ。バットバツ丸のことかーみたいな、そういう感じかな。ドラゴンボール、そうだな、関係ない、タンブラーかな。でもなんか金属系の音がする。まあまあでも1個50円だからな。1個たったの50円か、ゴミめ。じゃあ1個ずつ見ていくか。10個だからな、でっかいの入ってんな。タンブラーかな。1個ずつ開けていこう。カメハメ、これ重いな。カメハメヘアー。お、これはなんだか、なんか食感かな。あ、ばらけた。え、悟空これ。あ、なんかえ、これ何、組み立てるの分かるんだけど、組み立て方が分からん。なんか悟空とご飯が一緒にこう飛んでるみたいなやつかな。なんだろう、なんかトレーディングフィギュアかなんかな。部品ちっちゃいな、こんなんなくすぞこれ。部品ちっちゃすぎてびっくりする。キントーン、ご飯がキントーンに乗って悟空が横並走してるみたいな。悟空の手も一緒に入ってるわ。多分なんか食、なんか400円くらいする食感かなんかかな。ちょっといいやつだよね多分。まあ50円じゃ買えねえよこれ。組み立て方わからないぞこれ。よくわからん。この配信の数秒で組み立てるのは難しいぞ。まあまあこれ50円ならいいんじゃないか。やっぱほとんどガチャ系かな。え、次次、でっかいのは最後にするか。はい。お、これはなんだ、ガチャガチャのドラゴンボール3ミニフィギュアセレクション。この全16種類もある。これなんかこれ確かレッドリボン軍の基地に行く時のやつだっけ。この悟空、このなんか可愛い服、可愛い冬服の悟空。なんか組み立てるとこういい感じのジオラマになる感じかなこれも。あ、いいなこれ、かわいい。シェンロンもしっかり作ってあるぞこれ、いいね。そうそう、マッスルタワーだっけ、はっちゃんと一緒に乗り込んだ時のやつだなこの服は。あ、他のもあるわ。お、トニンジンカもいるな。トニンジンカとかマジュニアとか、館長&アナウンサーとかもあるな。
クリリン&ヤムチャ。あ、これシークレットじゃん、シークレット。このシェンロンと冬服の悟空のやつシークレットっぽいぞ、これ。あ、スノーいたね、スノー。シークレットっぺーぞ。シークレット、これ SSR か、これ SSR か。これ奥見るとあれだな、あの悟空と父があのほらあのプロポーズするところもちゃんとあるんだな、フィギュアで。これいいな、すごいシリーズだな。やったな。これ50円じゃ買えねえだろ。戦闘力300ぐらいすんでしょこれ。よし、いい感じじゃないか。次次、んなんだこれ。はい、んビールス様のなんか、マグネット、くら寿司でくら寿司で寿司を食うビールス様のマグネット。多分くら寿司でなんか買うともらえて、あ、復活ね、エフロの時のやつか。ビールス様、寿司を補給してるビールス様。復活のエフロビールス様ってほんと飯食ってるだけだったでしょあんた。ウィスさんはいろいろなんか反則やってたけどさ、ビールス様だったな。次もなんかガチャ系かな。はい、んこれは悟空、あ、未来ご飯だ、未来ご飯、未来ご飯。人造人間17号と18号がこう人間狩りをしている未来のご飯ね。人気の高い未来ご飯、嬉しいな。これ あれこれ足どっちだ、足は硬い、多分ガチャガチャかなんかかな。かっこいい未来ご飯ね。こっちか、こうで未来ご飯の、そう、片腕がない状態なんだけど頑張ってスーパーサイヤ人になってたら、あ、足がどっか行った。待って待って、足がうまくはまらない。あれこれ どっちだ、これどっちだ、これどっちだ。はまった、未来ご飯ね。まあアニメでは初登場したアニメスペシャルではその片腕がない状態で戦ってたんだけど、さすがに片腕がない状態はこう再現しにくいのか、基本的に腕ついたままだよね。これもしっかり腕ついてるわ。未来ご飯かっこいいよな。ゲームだと大体、ゲームだとね、さすがに片腕の表現がちょっと厳しいせいかね。じゃあ腕はちゃんと外しておこう、こっちはちゃんと腕は外して、おお、ちゃんと原作再現になったところで、これで原作再現だな。てか、これ袖の部分からこれ腕抜けるようにしてあるから、なんか実際そういうことを意識してるんじゃねえかな。だってこんな綺麗にさ、袖の部分だけ残んないでしょ、普通のフィギュアだったら。ちょっと狙ってる気するこれは。うん、あ、未来ご飯はいいな。ゲームでも再現されてない、ドッカンバトルでも再現されてないな。参戦はしてるんだけど、未来ご飯ね。だって、お、これはこれボトルキャップだな。ボトルキャップじゃない、コアコーラのおまけのやつ、クリリンか、クリリンじゃない、父だ、父だ、父だった。このなんか丸い部分で勘違いした、父。これ見えるかな、見えねえな、これちょっと見えねえな、これこれ見えっかな、なんかミスターボーみたいな顔してんぞこれ。なんとも言えない顔してる。父じゃねえか、クリリン、クリリンかと思った、この部分でクリリンかなと思ったわ。父ね、たまにフィギュア化される父。ん、これも、あ、今度はクリリンじゃねえかこれ。クリリン、いけ、天津飯だった。天津飯だったわ、天津飯。力の大会であんまり見せ場がなかった天津飯。天津飯は結構できいいな。ハゲ違い言うんじゃない、頭で判断してるよ。でも天津飯の太陽拳はちゃんと力の大会でも通用していたな。太陽拳と瞬間移動、本当に格上相手でも通じるからな、強いよな。なんか袋に入ったのが多いな、トレフィギュ系かなこれ。はい、ん、あ、ごはんちゃん、ごはんちゃんのこれなんだろう、スーパーサイヤ人孫ごはんって題材に書いてあるな。食玩かなんかかな、ドラゴンボール Z のフィギュアだ。
Z ってことは回でもないし結構古いやつかな。でも結構しっかりしてるぞこれ。デッキこの大きさだけど顔のデッキいいし、この髪の塗装も綺麗だね。スーパーサイヤ人の髪の塗装、あ、まあ全盛期まあ全盛期ですね、このご飯が。でも力の大会でも頑張ってたよご飯ちゃん。まあこれはあのセルゲームの時のやつだな。ご飯セルゲームの時のご飯、これデッキいいな。なんだろう、食玩っぽいな。ドラゴンボール Z って書いてあるからだいぶ古いよね。いつかな。ジャージ着てる時はダメだな。ジャージ着てる時はだって道着を家に忘れたし、修行サボってたからアルハンにもなれないしみたいな復活の F のね。次ハメハメヘアー、おスーパーベジット。いやこれすごい。なんか落ちた。煙のエフェクトが落ちたな。煙のエフェクトがすげえ細かい。この覆ってる木のエフェクトがすごい細かくて大変だよ。スーパーベジット。かっこいいけどちょっとこれ色褪せてるな。かっこいいけどちょっとなんか髪がなんか白くなっててだいぶ色落ちしてるな。これあれかな、身勝手のベジットかな。髪がちょっと白くなってる。ベジット経年劣化してる。ベジットもやーっとしてるベジットだな。まあ、ベジット俺好きなんだよね。身勝手ベジットかもしれん。ベジット最近ちょっとね、最近ちょっと安売りが始まってる。ベジット最近ちょっと安売りされてるかあるな。ベジットは時間制限ついちゃうし、まあ、ベジットはもうちょっとスペシャル感を大事にしてほしいね。これはコアコーラのおまけだな。これはクリリンじゃない。これはクリリンじゃないな。なんだろう、わからん。トランクスかな。頭頂部が平べったいんだけどサイドがちょっと広がってるからトランクス。トランクスだ。当たり。トランクス、これはあれだな、セルゲームの時のベジータと修行していた時期のトランクスだな。これもコアコーラのおまけ。もうあ、そうだよ、このモーパイだよ。モーパイ、ドラゴンボールモーパイだよ。そうそう、筋肉ムキムキに変身してセルに殴り込みに行ってボコられた時期のトランクスだよ。もう終わりかな。あと2つ、もう終わりかな。待った待った、今のところ 1,2,3,4,5,6,7,8、 あ、9個。ちょっと待って、9ってことはこれクラブシのビルスさんもこれ含んでるんだ。1個に最後の1個でかいやつ。あ、いや、もう1個あるか。もう1個ある、もう1個あるわ。これはなんだろう、ご飯かな。このなんか帽子っぽいな。ご飯か占いババ。占いババでも尖ってないよな。こんなに占いババも、ご飯。顔がなんかへっこんでるけど。ご飯ちゃん。ご飯だった。なんかちょっとご飯が多いな今回。ご飯率が高い。ご飯率下がったな。未来ご飯。帽子かぶってて。え、なんかプチプチしてる？大丈夫かな？開始15分でそれ急に言われたけど大丈夫かな？大丈夫か？お使いの回線の問題だったか？あ、このなんか一緒に飛んでるご飯か。飛んでるご飯と悟空もいるけど、だからご飯率は高いな、だいぶ。悟空、ベジットは悟空扱いでいいのかな？じゃあ最後の1個、でっかいやつ。なんだこれ、わからん。カメハメヘアー。お、魔人ブーのタンブラー。ケンタッキーフライドチキンのロゴ入ってるわ。ドラゴンボール KFC のタンブラー。魔人ブー、魔人ブーといえばさ、力の大会に魔人ブーが出場しなかったじゃん。この話も俺何回もしてんな。
力の大会に魔人ブーが出場しなかった件については俺多分配信で6回ぐらい話してる気がする。タンブラーだな。コラボか。ボール用途邪魔じゃない。ボールはまあまあまあ蓋だから。うーん、まあ、あ、魔人ブーじゃねえわ、あのミスターブーだわ、ミスターブー。え、でも このイラストって魔人ブーじゃねえの。このポーズはあの魔人の時期のやつじゃないのか。あ、神と神の時のやつだな。ドラゴンボール Z、神と神の時にコラボで作られたタンブラーか。でもあの神と神の魔人ブーってさ、ビルス様のプリンをこう、プリンを独り占めしてビルス様ぶち切れさせてぶっ飛ばされて終わっただけでしょ、魔人ブー。神と神の魔人ブーってろくな出番なかったよな、神と神の魔人ブーって。そう、戦犯だよ、ビルス様を切れさせた戦犯だよこれ、魔人ブー。戦犯ブーです、戦犯ブー、戦犯ブーだったか。はい、というわけで500円、500円なら文句ねえかな。ちょっとこの辺のコアコーラのおまけで水増ししてる感はあったけど、このね、未来ごはんちゃんとか、あとこれだな、これが一番良かったかな、このオーラ、あの冬服の悟空のやつ、冬服の悟空が一番良かったかな。なかなか、まあこれは文句ないでしょ、ほぼこれ文句なかったわ。タンブラー普通に買っても500円するけど、魔人ブーのタンブラーはそんなに俺欲しくないんだけど、正直そんなにそんなにって感じだな。一応これ未使用品かな、テンブラーよし、じゃあ、まあ、福袋配信はこんなところにしとくか。おドラゴン ボトルっていうのか、なんか目薬みたいな名前だな、ドラゴンボトル、ドラゴンケースに入れてね的な。お目目が真っ赤だぞそう、ドラゴンケースに入れてねシーンソフィアじゃないシーンソフィアではない。誰のタンブラーならいいの。タンブラーは正直もらっても使わないけどな。まあまあ普通になんかメインビジュアル的なやつだったら嬉しいかな。なんかバグるなこれ、取り込み絶対これバグってるよね。待って、よし、じゃあ始めっかな。マウスカーソルがなんかバグるよね。なんだろう、バグスターウイルス。カーソルをキャプチャーしないにすればいいのか。ダメだな、カーソルをキャプチャーしねえにしてるんだけど。映像キャプチャーデバイスを消せばいいのか。 PC は別に重くなってないんだけどな。クライスター3周目まで来ましたか。俺もそこらへんかな。あれ、ちょっと待って、なんかおかしいな。あれ、なんかコメントがなんか表示されてねえな音は出てる、これ独感バトルの音は。クライスターのトロコンはしない、音は大丈夫か、これじゃない、これだこれだ新しく用意してあったんで、ちゃんと画像をこれだな、これにするか、これで
こう、ちょっとちっちゃいか、ちょっとちっちゃすぎるか。クライスタ、ちょっとサイズ合わねえなこれ。これはあのレイちゃんね、クライスタのクライスタというゲームに登場するレイちゃんね。これでいいか。レイレイ、これは俺じゃないから。マウスケ、カーソルが消えねえなこれ。よし、じゃあ一丁やってくか。これか、これで。じゃあ今日回すドラゴンボール Z ドッカンバトルのガチャはこちら。伝説降臨、孫悟空は LR 丸ドッカン覚醒。レイレイね、そうレイレイ。ガチャガチャガチャじゃないかな。てかどうしようかな、今日はあのー、発表があってさ、ドッカンバトルでドラゴンボールヒーローズとのこのなんかコラボガチャが来るらしいんで、11月に11月にドラゴンボールヒーローズのコラボガチャが来るらしいから、それに向けて石を貯めておきたくはあるんだよな。あれ大丈夫？戦ってるか、どうすっかな。まあいいか、やるか。そう、悟空の顔ちょっとなんか悪者感あるよね。ドラゴンボールヒーローズはそのゲームセンターで好評稼働中のドラゴンボールのカードゲームのやつね。まあそうね、まあコラボ記念で石配ると思うから、正直今回の伝説コーンにそんな欲しいのないんだよな。一応この目玉の悟空も使い回しのやつだからな、2017年実装のやつだからな。強いことは強いけど、でタピオンは強いけど持ってるんだよな。超海洋拳、これは持ってないな。これは持ってる、海洋拳。悟空だらけだなこれ。全部オラか。一応ベジータもいるな。まあ回すかな、1年目だな。ドッカンバトル始めましたか。あ、なんかバグってるか。こうか、この辺かな。書き込み時間はバグってないか、大丈夫かな、大丈夫かな。よし、じゃあ回していくか、一丁回していくか。一応伝説降臨だから、なんかあの LR が出やすいんで、ちょっとだけ。あのこのゲームの SSR はあの進化させると UR に進化するんだけど、一部の SSR は LR っていう最高ランクまで進化できる。その最高ランクの LR まで進化するすごい SSR が 0.0 何パーセントかの確率で出る。それが伝説降臨です。よし行くぞ。この画像は今日からね。行くぞ。誰だ、ベジータ、マジンブー、チャオズ、ハメハメ。お来た、ベジットブル来た。待て、タピオン、ピックアップのタピオン来た。持ってるけど持ってるがタピオンが来たな。持ってるけどこのタピオンすげえ強いから、割とあの使う場所選ばないやつだからな。タピオンだぜ。持ってるけどピックアップラッシュ強いから、あの一応かぶりは4枚まで当たりだからね、 OK だから。まあまあこれでも1枚目だからな、まだ。次は誰だ、またオラか。 SR のオラだこれ。よく出るオラだなこれ。よく出るオラだな。もうこれ6名ぐらい持ってるぞこれ。次はおちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。はい、今回の目玉の LR レジェンドレア悟空来ました。すげえ、マジかよ。2017年に実装された LR の悟空。
ちょっと待ってくれ、おかしいぞこのガチャ。デーブおかしいぞこれ、大丈夫かこれ。で次はまたオラか。またオラか。地球育ちのサイヤ人な。これあの確かジャンプかなんかの表紙なんだよね。あー、そういえば嬉しい画像用意してなかったな。なんか嬉しい画像あったっけ。あったあった。嬉しい画像にしておこう。今日も10連で終わりにしよう。もういや、ベジットブルー来た時もだいぶビビったけどな。お、ピッコロさん。 R R のピッコロさんだ。お、ちょっと待って、ピックアップおかしくない。またタピオン来たぞこれ。またテピオン来たぞ。テピオンがまたテピオン来たぞこれ。ピックアップのこれ俺持ってないやつだよ。ピックアップから3枚来るっておかしくない。やべえ、なんかのこれなんか良くないことが起こる前触れじゃないかこれ。これ大丈夫かこれ。やべえな。はい、次。またオラか。またオラか。お、ご飯か。一応アルハンだな。まあ、SR じゃしょうがねえな。でまだこれ確定分があるから19号か。これなんだっけ、ベジータのエネルギー弾かなんかをハーとか言って吸い込んだシーンだっけ。これでエネルギー回復だみたいなシーンだっけな。19号も結構出るんだよな。お、誰だ、トランクス。え、これって確か違う。え、これって確か、おほほ。はいはい、 LR2 枚出ました。やべえ、10連でピックアップ2枚、ピックアップ2枚、 LR2 枚、やばい。いや、待ってくれ。何これ、やっぱ駿河屋の福袋を買うと LR が出る。じゃもう一回やろう、もう一回やろう。もっけやるか、このもっけやるか。誰だ、お、ベジータ転身。え、またベジータ来ちゃった、またベジータ来ちゃった。これハメハメ、はあ、スーパーサイヤ人1、2、3までか。まあ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 、まあ、誰だ。グルドか、やばいなこれ。やめておけばよかったかもしれんな。これやめとくべきだったかもしんねえな。次、ホイか。あのヒルデガンを復活させたあの魔法使いね。自分で戦ったシーンは確かなかったと思うけど、誰だ。バータか。なんかやばいな、あのこの流れまずいな。この流れまずいな。ちょっとこれまずい時の流れだな。いやいや、こっからだからな。ザマスか。ザマス来たな。やべえな、これまだまずい流れじゃんこれ。誰だ、18号か。全部 SR だな。やべえ、やばいな、さっきの分の反動が来てる。セルか、タラコ唇のやつか。あー、やばいな、これはやばいな。お、ドラムか。ドラムか。おかしいな、 SSR が一枚も来ないんだけど。チャオズか。
まだ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 。お、オラか。待って、コマでも9枚来てる。あ、カリフラッカー。うわ、 SSR1 枚やべえな、確定分だけだったな。カリフラ俺かなり好きだからいいんだけど、持ってんだよな、もうな。あ、カリフラ持ってたっけ。持ってたよな、カリフラ持ってたはず。あれ、ケ、あのケフラだっけ。待って待って、カリフラ持ってたっけ。それでライブ変わるぞ。カリフラ持ってなかったか。あ、カリフラ持ってないわ。あのケフラか、持ってたの。あ、じゃあ、じゃあいいや、じゃあいいや、じゃあオッケーオッケー、じゃあオッケーだよ、じゃあオッケーオッケーオッケー。持ってないカリフラが来たんでオッケーオッケー。これでもう俺宇宙サバイバル編の SSR だ、大体揃ったかな。よかったよかった。まあ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 、でもでも1回でやっぱとき、まあ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 、1回目で LR2 枚出ればね、文句ねえよ。いやー、すげえな。LR2 枚やべえな。どうかしてっぞ、これ。この微妙に悪そうな顔した悟空がね。いやー、よかった。LR 出るとはな。2枚。トランクスの LR も持ってるんだけど、あの、強化に使えるから。4枚までは。4枚までは強化に使えるから OK。タピオン2枚来たのもすごかったな。いやー、普通に大当たりだった。よし、はい、今日終わり終わり終わりだよ。盛り上がったし、今日は終わりだよ、もうこれで終わりだよ。今日これで終わり。明日は21時から。あれ、これはなんかおかしいな、やっぱり。ん、これなんだ、これこれなんだ。よくわかんないのがあったんだ。明日の21時からはしらら TV で、俺とルートレターのスタッフが実況するというね、地獄があるんで、みんな応援よろしくね。ルートレター、プリパラはまた今度ね。ルートレター、しらら TV で僕と握手。明日だよ、明日21時からいよいよ地獄でしょ。だってルートレターの制作スタッフが俺のルートレターのレビューを踏まえた上でやってくるんだよ。言われる、あ、言われる、貼っとかねえとな。言われる言われる。ブログでインタビューしてほしい。頑張るよ。川道さんはどうなんだろう、わからん。いたりいなかったりしてるけどな、白田は。会った瞬間から不見だったらどうする。どうしようか。待って、 URL を貼っておきたい。待って、 URL を偏った愛情。そう、なんかね、俺の書いたレビューを知られでは、偏った愛情のあまり辛口のレビューをしてしまったライブがみたいな紹介してたけど、いやー、あれは偏った愛情と言っていいのかみたいな。あれを偏った愛情っていう用語はだいぶ苦しくないですかみたいな、そういうとこあったよね。はい、これが URL です。みんな登録よろしくね。これ愛情、まあ、あるんじゃねえかな。チェックよろしくね。これ偏った愛情、いや、そういうところあるっていうか、でもまあ、そう書くしかないでしょ。そう書くしか、だってメーカーの人を呼んで実況するわけだから、そう書くしかないでしょ。ルートレター新作は当然買うよ、絶対買うよ、絶対見てくれよな。はい、みんなよろしくね。はい、というわけで今日は以上。ありがとう、バイチュー。